今日のゲストは2人来ております。天才中学生こと清水蔵之介くんです。それともう1人清本みなみさんです。蔵之介とあゆチーム、僕とみなみちゃんチームに分かれて競技を行っていきたいと思います。僕です。頑張って。どうしよう、このホールどういうホールですか。チンショートかな。はい、ちょっと待って、任せたわ。はい、ここまで南がいいプレーしてくれてるから、ちょっとやっと楽になりましたね。頑張ります。はい、完璧でしょあれ。ストレートだもんねこのホール。やっとなんか。もう完璧でしたね。めっちゃ遅れてた。もうこれまっすぐですよね。緊張してらしいです。これまっすぐなんですよ、ね。あゆ、今のちょっとどうだった？本当にごめん。マッチってごめん、ありがとう。ゴルフ、ゴルフ、ゴルフ。まっすぐで。ナイス、ナイス、ナイスにしてくれよ。ゴルフ、ゴルフ、ゴルフ。ね、本当にうるさい。本当にうるさい。マジで。本当に。え、クラブ、なんでなんだろう。言わない。もうないしょ。動じない。やるな。めちゃくちゃ打ちづらい。え、何ヤードですか。八ヤード。うん。ただ。でもドーム風あーそうですね。ローズ9か P で P じゃないですか。 P でしかもこれだから。うん、ちょっと見てください。止めます。どうしようかな。ドーム番回嫌ですよね。でも誰から行くね。じゃあ右行きやすい。うまい。うまいうまい。ちゃんと狙い場所。ナイスワンです。ナイスワン。うまい。危ない。右だったらちょっと怖いですね。うん。いくっすよ、みなみちゃん。81ヤード。81ヤード。58度で。うん、58度でいいんじゃない。はい。最初深ある。なんか下ったところで背中進むので、ここは多分しっかり下ったところ、こっちから傾斜が強い気がする。この傾斜が結構あるでしょ。で最初はね、最後は結構しかも3個4個ぐらい。マジでそんな見ない。手前の紫、左の紫の傷と、はい、はい、間ぐらい止まりました。それを言うてんねん、俺は。嘘でしょ。それを言うてんねん。これが俺よ。イエーイ。結構切りますよね。切れそう。もうここに行けって言われた方がいい。あのピッチマークよりちょっと切れますか。今打った。あ、今直した。直した。タッチ的にはどんぐらいがいいですか。登ってるから結構しっかり打つかも。このちょっと右端ぐらい。右端に飛んで。そんな切れた。
うまい。うまい、うまい。ナイスタッチ。ナイスタッチ。ナイスタッチ。あ、パー？誰が？あれ？バーディーです。今、ずっと交互に来てて。あれ、書いてる？で、次のホールが380で僕は。え、薄い？ショート。遠慮すぎます。頑張れ。お願いします。なみちゃん、先やっていいよ。はい。150だね。はい。150。バンカーの顎で狙うの？バンカーの顎で、140だね。はい。5番ユーティリティ。6番ユーティリティ。6番。あ、ここがアイアンでいく。飛ぶな。飛ばし屋だな。よし、つかまってこい。ほんとつかまってこい。その通りだ、ナイソン。いいね。左取れてきた。ナイス。もう遠慮せず狙ってやってください。了解です。どうしたの？右面ですかね。あ、大きい。何番出た？これ見れるから。奥怖いけど、前嫌ですよね。硬いね、やっぱり。ここ落とします、ね。真ん中よりちょっと手前ぐらい。多分そういうレベルフックですね、多分ちょっと切れるかも。いや、でも言うてそんな切れないと思いますよ。ほんのちょっとフックぐらい。ごめんなさい。あゆ、ミスがね、地味。派手なミスしよう。反応取りづらい俺ら。どんぐらい切れると思う？そんなに切れない。そんな切れなさそうですね。最後ちょっと切れるくらい。打ったよねこれ。いや、うわ。うまい。回せていこう。ないこれ。来い。よし。オッケーオッケー。S。結構いった。えい。すぐ抜けてからまっすぐ抜けてたんです。はい、ナイス。うまいね。本当パター。天才。この何がいいってこの転がりがもうめちゃくちゃいいんですよ。もう超順回転。こんなに綺麗に転がせんの。くねぎみたいな機械みたいな感じ。ガッツリいったらやばいね。ガッツリいったらやばいですよ。もしかしたら。雰囲気ないの。うまい。ナイス、うまい。ナイス。でも、ナミ、一打ずつ確実に返していってるからね。まだ分からんぞ。黄色い旗の右？黄色い旗の右。ああ、多分僕は泥かかる。あ、本当に？見ない。見てここの白。あ、じゃあ。ナイショ。ナイショ。またフィニッシュ。右ミスをしない球で。はい、完璧なでしょ。ニアピン。飛んでない。ニアピンです。このホールはね、お湯で行こう。はい、ね、ピン奥ですよね、キャディさん。はい、これで奥。手前から足使っていこう。強いから、そのまま。うん、ナイスボール。
うまいね。おナイスボン。これがチームワークですよ。ね、これがチームワークだよね。分かっているよこの子。このホールは、ね、50とピーも。はい。何？言葉が出ない。何も言えない。あ、難しい、クラノ。これ技の見せ所だよ、クラちゃん。あー、どうしよう。そういうのね、そういう行くんですか。なんか、何だろう。転がすときもあれば、上げるときもあれば、ね、行きます、うん。ナイス。ありがとうございます。右足ですね。いい感じ。そんな速くないですよ。そんな速くない。惜しい。ちょっと左抜けたね。オッケー、2打差か、これで。なになに、ちょっと余裕かまわせてあげようと思ってます。始まり。どこ狙います。あ、そう、グリーン。グリーンって左。左、グリーンは左です。右から旗ぐらい、あ、でも旗ぐらいじゃないですか。完璧、完璧、ないっしょ。左グリーンでしょ。あ、左バンカーありますよね。どんぐらい、右の旗のちょっと手前だから200ぐらいですかね。大体200前から。あの奥のバンカー方向狙いで、他も完璧なマネジメントを施して、彼女をバーディーに導きたいと思いますよ。おお、ナイスボールだね。いいよいいよ。フェアウェイ。オッケーオッケー。風が左前からよ。4遊でいいと思うよ。さっきが思ったより前行ってなかったじゃん、はい、キャリーが。だから4遊でいいと思う。あんま5遊がキャリー出てない今日。超えろ。 OKOKOK ナイス。ライ悪すぎたね今のは。今のはないから逆によく打ってました。127です。うん、どうしよう。そうなりますよね。悩みどころ。めっちゃ悩みどころです。バーディー手を上げて。フェードをドップした。ドローで。なんか短くなったから。
泥かかるなって読んで、うん、ベロ噛んで、うん、言ったら、うん、意味なかった。本当に意味なかった。ああ、最初の方にも濡れたな。バディ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 。じゃあ僕ね、クラちゃんと初めて会ったのが小2小1？ 小2、スミ君が中3。お前が小2か小1だよな。おお、こんくらい多分サイズ。足から頭こんくらい、本当にもうめちゃくちゃ可愛かった。もういろんなところもちょんちょん走り回ってて、もう俺とか座ってたらすぐ膝の上に座ってみたいな。可愛い。めちゃめちゃ可愛かったんですよ。もう今もうこんな大きくなっちゃって、俺ぐらい飛ぶようになっちゃって、あんま可愛くなくなっちゃったんですけど、本当もう本当にちっちゃい頃からしてる弟みたいな子なんで、もう皆さん本当に応援してあげてください。はい、もう超絶いい子なんで、ちょっと生意気なんですけど、そこがまた可愛いんです。その生意気さがあるから可愛いんです。可愛いんです。でもこれで変になんかもうおとなしげなこと言ってたらちょっと可愛くないじゃないですか。まあね、この子の生意気さがもうめちゃくちゃいいんですよ。一番のね、いいとこだよな。なんだよ。こういうとこです。いいよ、いいよ、いやー、惜しい。はい、ナイスパー。ナイスパー。ナどうしたクラ？本当におかしい。どうした？はい、はい、前半お疲れ様でした。来る？来る？クラちゃん、昔めちゃくちゃ泣いてたの。もうスリーポットなんかしたもんにはもうでーん、もうギャーギャー泣きますから、シクシク泣くじゃないですよ。もう暴れ狂う。ゴルフ場でこやつはな。はい、チームアユがいい、あ、全然いい分じゃないでしょ。しっかりスリーオーバーじゃない。チームアユがスリーオーバー、チームカイトがオーバー、すべて僕です。彼女はオールパーです。僕はボギー、ボギー、トリー、バディで終わります。ごめんなさい、僕のせいです。ですけどこれからね、ウィルカン食べてエネルギーチャージしてね。俺いい流れできてるから、後半俺が5ホールだからね、任せなさい。去年のリンゴルフオープンの優勝者だよ俺は。何を隠そうか、チャンピオンなめんなよ。ということでね、これからお昼ご飯を食べていきたいと思います。もちろんゲストには恒例行事がお待ちしておりますので、お楽しみにしてください。はい、お疲れ様です。現場からは以上です。Thank you.